おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3462です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後もね、いたと思いますけど、今回もプラモデルを作っていきたいと思いますが、こちらですね、以前紹介したことがあります、女神デバイスの新しい素体をね、用いたやつ。そちらのね、第2弾として出たやつですね。そちらをやっていきたいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、女神デバイスのバスタードールナイトですね。こちらをやっていきたいと思います。以前はですね、バスタードールガンナーっていうね、やつをやりましたけど、まあそちらの第2弾ですね。で、基本ベースは変わらないとは思っておりますけど、武装パーツがね、衣装関係が若干違うんでね、その辺をね、重点的に作っていくという感じかなと。一応表。で、この箱に関しましては裏も一緒なんですね。一応こんな感じの箱になっております。で、横のところを見るとこういう感じね。表情パーツ。こちらのところがスマッシュ顔、テレ顔、そして気合、左目線となっております。まあ、これを見ると、これとこれがね、使いやすい感じかなと思いますけど、こんな感じのね、表情パーツがありますよと。で、あとこちらのね、反対はね、ここのところ。バスタードルシリーズね、共通の、フルアーマー、ライトアーマー、コスモード、そして素体モードってね、この4種類がありますよと。まあ、ベースがこちら。これに対してパーツを組み替えていって、こちら。それに追加するのがこいつ。さらに上にこいつという感じになっておりますね。まあ、以前紹介しましたバスタードールガンナーですね。あちらの時と同様で、基本的にこの状態からかなり組み替えてこうなるんで、まあちょっと結構ね、厄介なのかなとは思っておりますけど、一応こんな感じのね、中身となっておりますので、早速ね、開けていきたいと思います。開けるのはこちらとなっておりますよと。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの形となります。こんな感じのね、箱の中にランナーがね、詰まっておりますよと。この状態でいきたいと思います。とりあえずこちらですね、青いやつ、ここパッケージにもね、ありましたシールですね。で、足回りとかね、ももパーツがね、こちらの外装パーツ、これが頭部パーツでつけるヘッドギアみたいなものかなと。で、裏面のこちらの白いやつが剣ですね。多分これが羽かなみたいなね、こんな感じのパーツ。まずこちらが外装パーツとなっております。で、ここにクリアパーツですね。ここはももに取り付ける拡張部分とかね、こんな感じのパーツが一応2枚入ってきておりますよと。で、こちらの赤いやつですね。これも走行パーツですね。一応ジョイント系もありますよね。一応こんな感じのランナーが2枚入ってきておりましたと。で、こちら髪の毛パーツと。で、ここのところがコスモードの時の胸部パーツは背中かな。あとこれが腰パーツかな。一応こんな感じのパーツが入ってて、で、あとここで肌色のパーツね。これ腹部と背中ですね。で、ジョイント関係とか、頭部パーツの中身とかね。こんな感じのパーツが入ってきておりますと。で、次行きまして。これがですね、腕ですね。素体モードとかね、武装モード用の腕とかが入ってきておりますよと。で、こちらのところが、これ、素体モード用のね、腰とか胸部ですね。で、この辺もね、胸部とかね、肩関節とかね、一応こんな感じのパーツかな。はい。一応こうなっております。で、ここの肌色ですね。これ膝関節とかね、もも周りのパーツかなと。ここのところに手首パーツが入ってますね。で、ここにまたね、ももパーツ一部とかね、内部ジョイントとかが入ってきておりますよと。で、ここのところにも同じような感じですね。こことここ、これに関しましては、素体モードとかね、そちらの時に取り付ける、足にね、カチッと組み付ける簡易ベースみたいなものですね。で、こちらのところで靴というかね、これが入ってきておりましたと。そして、ここにですね、スカートパーツ。あとは、ここがね、ボディーパーツの中身かな。首ジョイントみたいな、こんな感じのパーツですよと。で、ここにももパーツがあって、これがすねというかね、このパーツでしたと。で、さらに、ここにリボン系のパーツがあって、のっぺらフェイスが3種類。あと、ここに手首ジョイント。こっちにもジョイントがありますけどね、多分これ足首周りかな。こんな感じのパーツと。で、ここにクリアのね、バスタードールシリーズからね、採用された支柱ですね。あとベースが入ってきておりますよと。で、あとはここに印刷済みの表情パーツね。これとこれが正面目線です。こいつが左目線なんでね。これでちょっと扱いづらいかなってね、思いますけど、こんな感じの表情パーツでしたと。で、あとはこちらにですね、また内部ジョイント系のね、ものがあったりとかね、肩周りとかのパーツが入ってきておりましたと。一応これで以上ですね。で、あと残り、箱の底のところに説明書がね、入ってきておりますよと。一応、大外っていうかね、外側がこちらとなっておりますよと。はい。こちら。女神デバイス、バスタードールナイトとなっております。で、こちらの中行きましてね、こんな感じでポーズリストとかね、カラーガイドとかがあります。裏のところが女神デバイスと書いております。で、ここにパーツ請求用のね、QR コードのやつと、
あとはマシニーカブロック 2M 素体組み立てということで、これがボディーパーツですね。中心部分となるベースのね、組み立てとなっておりますよ。この辺に関しましてはね、基本バスタードルガンナーとね、同じだと思いますんでね。まあ、この部分ちょっとね、考えて省略したいと思っておりますけど、一応こんな感じでね、素体の方の組み立て。それからもう一つの説明書、バスタードルナイトのね、そちらのパーツの組み立て方法が載ってきておりますよと。まあ、とりあえずね、ベースを作りまして、それに対して頭部パーツを作りますと。それからある程度解体していきまして、それに対してパーツを組み付けていくと、コスチュームモードと。で、それができましたら、さらに解体していきまして、頭部パーツの組み替えとかね、その辺を行いつつ、腕とかね、足とかね、その辺を組み付けていって、ライトアーマー。その上に重ねるようにパーツを組み付けていくと、フルアーマーという感じになりますよと。で、あと、剣とか盾ですね。こちらのね、装備方法とか、台座のね、取り付け方法だったりとかが載ってきております。最初のところにランナーリストですね。こんな感じになっておりましたよと。はい。一応ね、内容としてはこんな感じになっておりますので、とりあえず今回組み立て、次回ギミック編でいきたいと思います。で、先ほども言った通り、素体となる部分に関しましては、色の違いはあるとは思いますけど、以前紹介したバスタードールガンナーですね。あちらと同じと思われる部分に関しては全部省略して、新規パーツの組み立てをね、メインでやっていきたいと思いますので、早速ですね、パーツ式ざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ引き準備できました。とりあえず素体ですね、こちらに関しましては、この辺りとかこの辺りとかこの辺りとかね、以前紹介しましたバスタードールガンナーとはね、色はね違いますけど、基本構造はね同じだったので、ここまで作ってあります。台座もね構造は同じなので作ってありますよと。それ以外のこちらですね、武装用の前腕パーツ、あとはこちらの靴っていうかね、あと手首前とか、こちらに関しましては共通部分だったので作っておりますが、それ以外のパーツはね新規なので、組めるところを作っていきたいと思います。ここの部分をね、前と同じような感じですね。はい。で、まず用意しなきゃいけないのは後ろ髪パーツ。それがこちらですね。こちらを用意しますよと。で、こちらの上の溝のところに対して、こちらのアタッチメントをね、上から下に向かってパチンと入れると。これが入りましたら、こちらの赤いリボンですね。これを入れると。これがですね、逆になると入らないっぽいのでね、順番はこの形で入れると。これが用意できましたら、こちらの軸をですね、後頭部パーツに入れると。これ自体はね、ここに入るのはいいんですが、こちらのパターンとこちらのパターンがありますよね。こっちの深い方ですね、これを用意します。これが用意できましたら、内部パーツとしてこちら、これと頭部パーツの中身ではね、こちらを用意してあげまして、これの後ろのところに対してこちらの形状をですね、合わせてここにスポットを差し込んであげると。これが用意できましたら、作っておいたこちらのパーツとこういう風に組み合わせますよ。刺さる位置は決まってるんでね、そこのところにスポッと差し込んであげる。これが用意できました表情パーツですね。それをね、ここにスポッと入れてあげまして、あとは前髪を組み付けてあげますよと。こうすることによって、とりあえずね、素体モード用の頭部パーツ完成と。これができたらね、まあ用意しておいたね、ボディの方につけておきましょうかと。で、とりあえず今ですね、首パーツに関しましては指定のですね、長さのやつをつけておりますが、これ以外にこんな感じでね、4種類くらいねついてきますんで、好みのね長さにすることができるという風になっております。まあ全体的なね装備ですね、それをつけた時のバランスによってね、ちょっと首をね長くするとかね、そういう調整ができる感じにはなっておりますけど、とりあえずこれでね、本体の方がね出来上がりましたので、あとはねこちらね、コスモード用のパーツを作っていくよと。ただ実際はこいつを解体していきまして、それの代わりにつけるイメージ、多分この白パネル、こちらとこちら、これはね組んどいて大丈夫だと思うのでね、作っておこうかなと。で、これがねここに入りましたら、あとは首元のところにこのねリボンですね、これをズボッと差し込んでおいて、胸部パーツとして作っておきましょうと。まああとはね、実際この辺はね、次回のギミック編でねやりたいと思いますけど、本体ねこの辺解体して組み替えていくという感じ。この部分に関しましては、バスタードルガンナーのね時と同じですよと。とりあえず素体ですね、こちらの方とコスモード用のパーツができましたということで、次のパーツを用意します。それがですね、武装用の頭部パーツ。武装用の頭部パーツに関しましては、後頭部となるねこちらのねパーツ、こちらのパーツの内部のところに対してこちらね内部ブロックを入れると。で、説明書の方では、これに対してこいつを入れて、で後ろ髪を移設してきまして、内部パーツを入れるってね感じなんですけどね、とりあえず先にこいつ、これの両サイドのところに対して、こちらのね、クリアパーツね、この形状合わせでブスッと刺しましょう。反対もね、同様にブスリと刺し込んであげる。
この時にですね、今使ってるやつは違うね、形状のやつがね、混ざっておりますので、それでね、間違わないように用意してあげると。一応それが紅茶ですね。このところで小さなね、突起がありますんでね。これではないやつを用意してね、こんな感じでフィットするように入れてあげますよと。で、これが用意できましたら、こちらのパネルパーツですね。ここにブスッと入れてあげまして、後頭部パーツをね、この形状に合わせて入れると。これの方が多分ね、やりやすいと思います。はい、こんな感じ。で、あとこれができましたら上のね、この溝のところに対して3種類のパーツをね、選択して入れますよと。とりあえず、こいつをね、つけるという感じにしたいと思いますけど、これをね、空洞になっている部分に対して中身のパーツとしてね、こちらのパーツを形状合わせて入れましょう。これがですね、結構わかりづらいと思いますんでね、しっかりとね、確認しながら所定のね、ポジションに差し込んであげると。で、これが入りましたら、ここにね、スポット入れておきましょうと。とりあえずね、これね、このパーツができましたが、もう一つですね、同じような感じのパーツがあるので、これに対しても中身のパーツを入れておきましょう。もう一個もね、同じ感じで入れますよと。はい。そうするとね、こちらのパーツができますが、先ほどね、入れたやつと違ってね、真ん中のところにね、拡張部分があるやつ。これをね、用意しておきますよと。まあ、これに関しましてはね、選択式となっておりますけど、こんな感じ。あとはね、出来上がったこいつに対して、後ろ髪というかね、ポニテ部分移植して、表情パーツの前髪をつけてあげると、とりあえずね、武装モード用の頭部パーツが完成するよと。あとのパーツに関しましては、簡易的に組むしかできませんけど、とりあえず腕に関しましては、こいつですね。前腕を用意しまして、手首周りのところに、こちらのパーツをブスリと入れる。外装パーツとしてこいつを入れておきましょうと。はい。一応こんな感じで組んであげると、これでですね、前腕の方の装備が完了と。手首パーツはね、こっちから移植とかね、しなきゃいけませんけど、こちらを作りますよと。あとは二の腕アーマーとしまして、こちらのパーツですね。この穴開いてるやつ。これを用意しまして、これに対してこいつをブスッと入れますよと。で、上のところにね、こちらのフックパーツをこうパチンと入れてあげると。これをですね、今ついている肩と二の腕のね、この間のところで挟み込むような感じで首付けと。まあ、これはだいたいいつもと同じ感じでつけてあげますよと。とりあえずこちらが腕ですね。で、こちらはとりあえずライトアーマーとして作っておりますけど、この後に発展するフルアーマーの時に作る形でやっておりますけどね。このパターンではない、ここにあるようなね、リングパーツですね。二の腕用のリングパーツとか、あとは手首周りのパーツですね。そこのリングパーツ。こういうのもありますんで、今のこの状態ではなく、ちょっとだけね、色味をね、足すみたいなね、そんなイメージでつけるね、リングパーツもついてきておりますんでね、好みで装甲をね、追加したりとかね、できる感じになっておりますけど、とりあえず装備状態こちらとなっております。で、次に足ですね。足に関しましても基本的に同じで、このリングパーツですね、こちらの穴開いてるやつに対して装甲パーツをブスッと入れると。で、これがね、ももパーツとなりますよと。で、すね周りに関しましてもね、同じような感じで、こちらのパーツをここにブスッと入れてあげる。あとはこれをですね、ここの間に挟み込むという感じになっております。で、ここにある足首に関しましては、今ついているやつをただ単に差し替えるんではなく、足首のジョイントですね。そこを一旦引っこ抜いて、180度回して元の状態に戻したところにこいつを組み付けるという形になっておりますので、足首部分が緩いからといって接着するのは厳禁となっておりますよね。この部分ちょっと注意しなきゃいけないですね。はい。一応このパーツをつけると、ライトアーマーという感じになります。で、このパーツをね、つけない代わりのリングだったりとかね、同じくこちらのね、代わりにつけるリングパーツとかね、こういうのもありますんでね。腕の時と同様に差し色としてね、使うことができる感じになっておりますよと。あと、組み立てる部分に関しましては、こちらの装甲パーツに対して、あとは被せていく。その部分がね、メインになりますけど、とりあえずこれと、これ。このジョイントパーツですね。これを重ね合わせまして、こちらのね、軸部分に対して羽をつけますよと。これがですね、肩に取り付けるパーツ。これが前腕ですね。これが肩と、あとは、ここにね、ぴょこっとつけたこちらね、部分に取り付ける外装パーツでね、こんな感じで重ねていくパーツがこちらと。で、足もね、同じような感じになっておりますけど、足は一部分ですね。こちらの部分の先端部分に、こちらの突起ですね。この形状合わせでブスッと差し込んだ、こいつを用意すると。あとは組んでおいた足パーツのところにね、重ねるようなイメージでつけていくのがこちらとなりますよと。そしてシールドに関しましては、こいつをね、こちらの裏部分に対して、サクッと差し込んでおきますよと。向きとしてはまあこんな感じでいいと思いますけどね。こんな感じでつけると。で、あとはここの軸をですね、前腕の装甲パーツのところにブスッと差し込んであげれば装備完了と。で、あとはね、
剣を収めることができるっていう、こんな感じのね、中身となっておりましたと。組み立てに関しましてはね、以前紹介したバスタードルガンナーと同様に、各ブロックがね、ちゃんとがっちり決まっていって、それに対して組み替えて装備状態っていうね、そういう感じではなく、いつもの通り、これから解体して組み付けるとかね、そういう感じになっておりますよね。まあ、パーツがバラバラに、ね、なってしまって終了という感じになりますよね。まあ、組み立て自体は以前ですね、一回でも、こちらのね、新しい素体の方を作ったことがあるんであれば、まあそこまで難しいことはないのかなと。ただ、先ほどもね、言った通り、装備させる関係上、足首のジョイントを外して180度回さなきゃいけない部分があったりとか、組み付けるパーツに関しても選択式だったりとかね、そういう部分が結構ありますんで、説明書をね、しっかりと確認してね、作ってあげる必要性はありますけど、まあとりあえずね、今のところ、いい仕上がりになってると思いますんでね、バスタードルガンナー同様ね、完成がちょっと楽しみみたいなね、そんな感じになっております。はい。ということで今回ですね、女神デバイスのバスタードルナイト。こちらをね、組み立てをやっていきました。はい。ということで次回ですね、次回はとりあえず素体モードの軽い可動範囲、それからコスモード、そしてライトアーマー、フルアーマーという風に装備ね、やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。